これから7回オールパシフィックの攻撃です。そしてライオンズはピッチャーが変わります。ヤン2番手としてコールされています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。この点差ですからある程度攻めの投球もできていると思いますね。はい、その攻めの投球に注目しましょう。横への変化球が決まります。打ちました。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。4番バッター、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。見逃し三振。これでツーアウト。バッターボックスは5番、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ外してくるのか。ファウルになります。一二塁間、アギーラ取って一塁アウトでスリーアウト。8回の表追いかけるオールパシフィックの攻撃、打順は6番、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ライオンズ大きく点差をつけて8回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてます。これが初球、打ちました。追いついた。いい動きでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。まあこれね、日頃からのね練習の姿勢がね集約されたプレーですよ。打順は8番、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。ファウルです。今の感じだとスライダーにはタイミングが合ってない感じでしたよね。ファウルになります。これが5球目。ファウルになります。次が6球目。あっとバットが折れた。中村取って、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは9番、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。次が3球目。キレのあるいいボールでしたね。三振を取りました。里崎さん、これはもうベンチも安心して見ていられるのではないでしょうか。まあ安心というわけじゃないと思いますけど、まあある程度の余裕は出てきてるんじゃないですかね、点差的にも。はい、このままのピッチング続けていけるんでしょうか。打席には2番バッター、今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヤン、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、サードが取る。一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターボックス、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後の打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ヒットが出ました。ツーアウトランナー一塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスは4番、今日はまだ当たりがありません。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、ヒットになった。ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁一塁。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですがどうでしょうか。バッターボックス、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。低め打った、ボテボテの当たり、ショート取った。一塁送球、アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了。